黒の方がいいかも。いらないの？見して。なくてもいいかもね。あ、どうだろう。難しいな。もうあった方がメリハリつくかも。前と後ろ変えたんだけど、どっちがいい？ああ、俺は逆の方が好きかな。まっすぐ変えてくれる。そっちの方が良くない？いい。なんでそんな顔してる？まあ、あんまり納得いってないけど。なんで納得いってないの？下を引っ張るじゃなくて、上からこう持ってくる方が。うん、難しいな、本当。赤ちゃんの服って。うまいよ。うまいよ。ちょっとチラ見してる。ご機嫌になったね。あ、なんて何も出てこないよ。変なの出てこない。出てこない。ティファールってさ、テフロンついてる？ついてるのかな。多分つかないであんまり、うん。次買い替えるならこのフライパンみたいなのあるんだよ。ある？グリーンパンっていうやつで、グリーンパン、はい、ちゃんはグリーンパン、なんか世界で初めてそういうフッ素加工みたいなのをしてないフライパンなんで、くっつく、でひっつかない、はい、じゃあ一回来て、ここなんで、一回ここで撮ろう、なんで怒んの、はい、一回座って、すごい嫌だ、一回撮ろう、さっきさー、もうメンソーレ、メンソーレ、沖縄かよ、メンソレーターでしょ。メンソーレって急にメンソレーターも塗るかな、時間って今日一日嫁のわがまま全部叶えてみた、何それ、え、普通の乗り気じゃないじゃん、最近だともうとっさにさ、ケアしに行ってさ、あんまこう家族の時間取れてなかったりするじゃん、オフの時に、だから今日一日はこのレイナのやりたいことっていうのを全部こうやってみようっていういいのいう企画です。なるほど、どうですか、いいね、だからこう前もって準備できないけど、こう今ファッとやりたいことをやっていいよって言った時に何やるかみたいな、いいの、うん、何その怖い様子、マック行こうとか言っちゃう、いいよいいよ、どうですか、いいよいいよってなる。しょうがないな、なんで俺がこうやってもらってるみたいな、しょうがないからやってやるよ、なんだよ。なんだろうな、唐突すぎて全然思い浮かばないんですよ。でしょ？でいつもやめようよとかさなるときは、でも今日はいいよっていう。なるほど。レイナの意見を最優先で。俺の機嫌より嫁の機嫌。機嫌じゃん。俺の意見より嫁の機嫌。両方機嫌だったから。ゾーン先輩のパンチラインですか？なるほど。行きますかじゃあ。行きましょう。12時42分。行きましょう。先生、困っちゃう場合困っちゃう場合どうしようかな、何でもいいですよ、わあ、そういう音に入ってた、違うよ、あれで私が言いたいことってハンバーガー屋に行くことなんだけど、うん、全然いいよ、でも今日はあいにくの雨なんで、うん、じゃあまずはレイナの好きなお昼ご飯、好きなところにランチに行きましょうか、お昼ご飯はどこ行きますか、あそこ。お昼ご飯はまずカフェドシューに行くと。はい。はい。どうしますか。小エビのクリームスパゲティの大盛りと、はい、サービスランチ。全然映ってなかった、えぇ、ー、え、うまいじゃん、マジ、マジ
方が景色がいいんじゃないの。サクサク、うん、ほい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 、ちょっと待ってね。なんかやっぱ周平さん持ってるとちっちゃく見える。そう、合いますね。合いますね。幸せな休日。ここ来てよかった。大成果、200円でこの大盛りだ、ね、次はどこ行きますか。次はみんな大好きイオン。イオン、どこ行ってもいいって言ってもイオン行くんだ。あ、いいね。あのさ、フェニックスシーガイアリゾートのあの左に進みます。完全防御。どこ行くの。シアトルズペコーヒークイーン。やばい、ご飯食べれない。ねえ、あんないっぱい食べてデザート食べて、プレゼント食べたいの。ラーメンです。ヒントちょうだい。普段だったら食べないかな。ここ半年は食べてないかな。え、ラーメンなんだけど。宮崎来てからは食べてない。ラーメンなんだけど。山形では食べた。うん、食べたことある。お好み焼き。あ、美味しい。もんじゃ焼き。たこ焼きか。料理飯たこ焼き。あ、絶対出るわ。飯じゃないじゃん。あ、でも今日そういう日だった。今日そういう日だった。たこ焼きが飯っていう概念がないよ。変な人。たこ焼きってご飯、おやつじゃない。家でいいんだ。いいね。家から外を選べても家でいいってことでしょ。素晴らしい。家で楽しめるのが一番ベストじゃない。わかる。家で最高って言いながら食べてた。最高。わかる。マツノで自撮りとか買っちゃって、うん、で家で米粉カフェ。嫌なの。全然いい。俺の意思ないから。俺の意見より嫁の意見。すごい雑だよ。バターの入れ物が。本当だ。どう？小麦の奴隷って感じ。美味しい。あったかいんだよね。ふい。何も買ってないね。何も買ってないじゃん結局。お着替えしたっていう。38歳。いや、意識してるっしょ。もう一回やりたいな私。違う、
間通り歩き。え、すごい。年相応じゃん。あ、すごいよ。年相応だね。歩行年齢19歳じゃん。姿勢年齢18歳だってめっちゃいいじゃん。皆さん笑顔な。どう？さっきより笑ってるっしょ。これそんな何回もやるやつじゃないよこれ。次だから。ダメじゃん。ババ。お、歩行年齢は29歳だよ。何がダメなの？結局買ったのは？タオル1個。タオル1個。でもちょ何でもかんでも買っていいって言ったかって買うんじゃなくて、ちゃんと見て吟味した結果ってことでしょ。素晴らしい。お疲れ様でーす。夜ご飯はお家でよかったの？うん。疲れちゃった？疲れましたね。何時？今9時16分。8時くらいまでいた。いいよ。いたね。テイクアウトしようって言ってた店がやってなかったね。だからということで、しゅんさんが即席で作ってくれたご飯だし、これも桃焼きをテイクアウトしようとしたら、ね、そうやってなかった。桃焼きに寄せてみました。桃焼き風、うん、美味しそう。いただきまーす。いただきまーす。ケビ。ケビ。いただきます。もも焼き風。どうぞ。うん、うまっ。うまい？うん。この風も美味しいよ。本当に？うん、うまっ。あ、よかった。喜んでもらえて。うん、正解。正解？ニンニクがすごいって言ってた。美味しい。美味しい。美味しいね。うん。うん。すごい霧。違いみたい。全然違うじゃんね。よし、強いねあ、猫猫なの？まあ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 びっくりしちゃった。パーパー